今回は Wi-Fi ルーターについて初心者でも分かるようにお話しします。 Wi-Fi というのは無線 LAN に関する登録商標のことです。インターネットに無線でつなぐための世界共通規格になります。 Wi-Fi の規格はだいたい5年に1回新しいものが出てきます。もちろん新しいものほど最大通信速度が速いです。しかも介護管制がありますので、新しい規格に対応している Wi-Fi ルーターは古い規格の端末とも接続できます。ただし新しい規格の速い電波はスマホやパソコンなどの受信する側も対応していなければ使えません。2023年末に新たに認可された Wi-Fi 7は受信できる端末がまだ少ないのと値段がまだ高いので、今はまだおすすめではありません。今買うのであれば Wi-Fi 6か Wi-Fi 6E に対応した Wi-Fi ルーターがおすすめです。6と 6E の違いは、 6E の方では使える周波数帯が追加されたので電波干渉を受けにくくなっていることです。 Wi-Fi ルーターの買い替えは4年から5年が目安と言われていますので、もう一つ前の規格の Wi-Fi 5までしか対応していない Wi-Fi ルーターは今からは選ばない方がいいでしょう。 Wi-Fi ルーターの選び方には2つのポイントがあります。一つ目は使う場所の広さです。ご自宅や事務所の間取りによって Wi-Fi ルーターの強さを決めます。2階建てなのか3階建てなのか、マンションなら 2DK なのか 3LDK なのかとかですね。 Wi-Fi ルーターは置く場所によっても電波の強さに影響が出ます。基本的には家の中心に置くのが一番です。Wi-Fi の電波は壁などの障害物があると弱くなってしまいます。この部屋の壁のように柱がない壁はまだマシなんですが、コンクリートの柱は鉄筋が入っていて電波を通しにくいですし、土壁も電波をほとんど通しません。また水槽などが近くにあっても電波は飛びにくくなります。テレビの後ろや棚の中などはもちろん電波が遮られます。家電の中でも特に電子レンジやコードレスの電話機など電波を発生させるものの近くもできるだけ避けるのがおすすめです。 Wi-Fi ルーターを置く高さも重要です。床にそのまま置いてしまうと、それだけで電波は飛びにくくなってしまいます。インターネットの回線が来ている場所によっては隅の方にしか置けない場合もあると思いますが、その場合は長めの LAN ケーブルを用意してピンで止められる棚などに置いたりして高さを出して見通しを良くするのがおすすめです。置き場所が工夫できない場合は箱に書いてある目安が実際の部屋より広いものを選ぶか、後でお話しするメッシュ Wi-Fi を検討しましょう。Wi-Fi ルーターの選び方、2つ目は接続台数です。最近はスマホやパソコンやゲーム機だけではなくて、テレビもネットにつないでいる方が多いです。他にもエアコンやオーブンレンジ、冷蔵庫や洗濯機などもネットにつながるようになってきていますので、接続台数はギリギリではなく余裕を持ったものを選びましょう。Wi-Fi ルーターの箱で一番気になるのは、この4803+1147とか書いてある数字ですよね。これは 5GHz と 2.4GHz のそれぞれの周波数帯の通信速度にアンテナの本数をかけたものです。基本的にアンテナの数は多ければ多いほど通信速度は速くなって、より遠くまで電波が届くとされています。この数字の大きさがそのまま接続台数に影響しています。ちなみにアンテナには内蔵アンテナと外部アンテナがあります。
内蔵アンテナはほぼ360度均一に電波を飛ばすように設計されていますが、外部アンテナだと少しだけ指向性が出せますので、飛ばしたい方向によって調整することができます。 Wi-Fi の電波の強さは Wi-Fi 見れるなどのスマホアプリで数字で確認することもできます。メッシュ Wi-Fi は Wi-Fi ルーターが一つでは電波が届きにくい場所に電波を届けたり、数多くの端末を接続する場合の安定性を高めるためのものです。電波を遠くに届けるための通常の中継機との違いは、電波状況に合わせて自動でスムーズに接続先を変更してくれることです。通常の中継機の場合は接続先を手動で切り替えないといけない場合があります。今から買うならただの中継機ではなくてメッシュ Wi-Fi に対応したものがおすすめです。中継機単体で買わなくても、買い替え前の Wi-Fi ルーターがメッシュ Wi-Fi に対応していれば、新しい Wi-Fi ルーターと一緒にメッシュ Wi-Fi を構築することもできます。今おすすめの Wi-Fi ルーターを3つ紹介します。特に3つ目はかなりコスパがいいですよ。今おすすめの Wi-Fi ルーター1つ目はバッファローのエアステーション WSR5400XE6 です。 6GHz を追加して3つの周波数帯に対応した Wi-Fi6E 対応ルーターです。バンドステアリングライトで3つの周波数帯の電波強度を判断して自動で切り替えを行います。ビームフォーミングで対応している端末にめがけて電波を送信、離れた場所でも通信が安定して速度の低下を和らげることができます。また 2.5GBps で通信可能なインターネットポートを搭載、年々普及が進む 1GBps 超えの高速通信サービスにも対応できます。手軽にメッシュネットワークを実現できる Easy メッシュにも対応、後からでも機器を追加することでメッシュ Wi-Fi を構築することができます。2023年8月の発売で、8月末頃のネット参考価格は1万5000円前後でした。今おすすめの Wi-Fi ルーター2つ目は NEC の ATERM WX5400T6 です。こちらも3つの周波数帯に対応した Wi-Fi6E 対応ルーターです。バンドステアリングで混雑していない周波数帯を自動選択、さらにオートチャネルセレクトで電波状況のいいチャネルに自動切り替えもします。またビームフォーミングで距離が離れても速度の低下を和らげます。通信の優先速度を設定できるQOS も搭載、通信速度を落としたくないネットワークゲームなどに使えます。メッシュ中継機能で後からでも機器を追加してメッシュ Wi-Fi を構築することもできます。2024年5月の発売で、8月末頃のネット参考価格は1万7000円前後でした。今おすすめの Wi-Fi ルーター3つ目は TP-Link のアーチャーAX23V です。 2101+574 の Wi-Fi6 対応ルーターです。 Amazon 限定モデルですが、価格 .com の売れ筋ランキング1位でした。2023年9月頃の発売で、8月末頃の参考価格は驚異の4000円前後でした。この値段でビームフォーミングがついていて、イージーメッシュにも対応しています。もうそれほど広くない範囲やイージーメッシュの中継機ならこれでいいんじゃないかと思います。おすすめのモデルは概要欄にリンクがありますので、よかったら見に行ってもらって参考にしてください。今回はこれでいい Wi-Fi ルーターおすすめ3選でした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。ではまた別の動画で。